どうもどうもどうも、今回のテーマはですね、今回のテーマはあるかな、ないないないかな、ない、ちょっと見当たらないですね、見当たらない見当たらない、あ、出てきた、こちらですね、こちらこちらの、まあ、あの運転しながらですね、もう音楽 DVD 久しぶりに聴いてみようと思って DVD 聴いてたんですけど、まあこれはなんかいろんな洋楽とか、洋楽ですね、洋楽のヒットチャートをまとめた DVD なんですけど、でその中のプロモーション部位にですね、その外人、目が見えない、片目が見えない、おそらく片目見えないと思うんですけど、まあ、片目が見えない外人さんの話です。片目が見えない外人さんの話、多分ね、片目がもう白というかね、まあそのラップしてるんですけど、そう、まあその話をしようかなっていう、まあ感じたことがあるんで、まあ結論ですね、結論、まあ片目見えるのかわからないですよ、すいません、片目でも白い感じで、もうなんかこんなちょっとあれだったんで多分見えないと思うんですよね。まあ、結論言うと片目が見えなくてもこのヒットチャートにランクインしてるってことじゃないですか。結論から言うとね、片目が見えなくても結局ヒットチャート、ここにの DVD に載るってことはなんかランキングに載らないと多分載れないと思うんですけど、まあつまり片目がなくても結果を出してるってことですよね。ほとんどの人たちっていうのがなんか自信がないですとか武器がないですとか、こんな私がとか言うんですけど、僕から言わせると、いや足あるでしょみたいな、足あるし口あるし目見えるし、まあこの動画見られてる方の中でね、障害持ってる方いるか分かんないですけど、まあ大体僕セミナーするとね、障害持った人が、まあ、足がありませんとかいう人が、目が見えませんとかね、片目が見えませんとかいう人が参加した経験があんまないんで、まあほとんどその健常者、なんかその普通に目もあるし目も見えるしね、まあ、目が見えなくなったらハズキルーペすればいいんで、まあちょっと僕も年取ってきたんでハズキルーペ必要かなと思うんですけど、ハズキルーペね、まあそのね、ちょっと視力が落ちてきたらハズキルーペがあるんで大丈夫ですよ。まあ結論言うと、そのみんな歩けるし目もあるし手もあるし、なんだろうな、なんか喋れるじゃないですか、それって武器じゃないみたいな、武器がない人、目が見えない人がこういうヒットチャートに乗ってきたりとか、すごいと思いません？なんかなんだろうな、ないもの、普通の人がない、あるものがないのに普通の人に成功してるんですよ。普通の人が持ってるものを持ってないのに成功してるんですよ。じゃあ持ってる人って、いや、いっぱいできるよねみたいな、なんかね、そこいつも思うんですよね。何もありませんっていう人いるじゃないですか。いや、ね、いやあるやん、目もあるし足もあるし手もあるしみたいな、ね、手の5本の、僕の先輩にですね、あの人差し指がない人いるんですけど、別にヤクザじゃないですけど、あのその人は人差し指じゃないですね、すいません、どっかの指がないんですよ、中指か、中指がないんだ。それなんかドカッターっていうか、その工事現場で働いてる人なんですけどね、でその事故でなんかバーンみたいな感じで事故で切断されちゃったんですよね。で指がないんですよ。で今度のクリスマス集まりがあるんで、多分その先輩も来ると思うんですけど、その指がないっていう指がない先輩いるんですよ、まあ、ヤクザとかそういう絡みじゃないんですけど、普通に仕事で落としちゃったっていう。でもね、その先輩はね、なんか全然楽しく生きているというかね、なんか指がなくても、なんかそれをネタにしてね、笑い話に変えてるんですけど、すごいなと思うんですけど。でね、しかもその裏話すると、その労災が降りたらしいんですね。労災その指が、その仕事でね、指落としちゃったから、その労災500万か400万ぐらい出たらしいんですよ。でそれをギャンブルで使っちゃうっていう、なんかファンキーですよね。労災で指なくなった、で入ってきたお金をギャンブルで使うみたいな、
なかなかファンキーな先輩なんですけど、すげえなみたいな。それもそれで面白いなと僕は思いますけどね。すげえなって息切ってんだみたいな。ね、そう、もうない、もう金ないみたいな。全然金ないんですよ。で、未だにそのボットンの、ボットン便所のね、家に住んでるんですけど、なんか、でも僕はなんか面白いなと思いますけどね、なんか幸せに生きてんだなみたいな。まあ話を戻すと、なんだろうな、みんな持ってんすよ。でこれパソコンの話すると、パソコンの話をするならば、あ、山陽道で行くか、山陽道かな、中国道と山陽道、山陽道ですね。なんだ、話を戻すと、まあみんな持ってて、あ、そう、パソコンの話ですね。僕はあの昔、そのなんかブラインドタッチできる人ってすげえなと思ってたんですよ。ブラインドタッチ、まあかっこいいなみたいな、で、ブラインドタッチ、僕もう英語も読めないんですよね。ローマ字も読めないし、英語も読めないんですよ。そうだけど、タイピング何できるんですよ。ブラインドタッチね。ローマ字わかんないですよ。てかタイピングでローマ字覚えたかなっていう、ちょっとね。だからそのなんか指使えるんだったら練習すれば誰でも習得できるんですよ、ブラインドタッチって。あ、僕は徳田っていうね、あの有名なフリーソフト、あ、フリーソフトじゃないですけど、ソースネクストさんが出してるのかな、徳田っていう銃のやつですね。ベベベベキャーみたいな、その徳田でめっちゃやったんですけど、あれでね習得してましたね、ブラインドタッチは。でブラインドタッチやるときに、そのホームポジションっていうのがあるんですよ。でホームポジション覚えた方が、まあ、早くなるみたいなのを習ったんで、まあ、そのホームポジションに忠実に、まあ、勉強したというかやったんですけど、なんか僕もいろんな人見てきたんですけど、ホームポジションぐちゃぐちゃで速い人もいるんですね。なんか人差し指でめっちゃ速いみたいな、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、結論、指があればブラインドタッチできるわけですよ。わかります？指があればブラインドタッチできるんですよ、練習すればね。でも指がない人いるわけじゃないですか。ブラインドタッチできないですね、指が5本全部ないみたいな、まあ、そもそもキーボード打てないじゃないですかっていう人も世の中にいるわけですよね。だからあるんだったら使えばね、使えば、まあ、世の中にブラインドタッチできない人って5万といると思うんですよ。だから僕できるんですね。でそれってあるものをちゃんと使って使いこなして、あの向上させた、スキルを向上させたつけたからできるんですよね。だから僕も、まあ、今はねあんま信じられない、信じてくれる人少ないんですけど、もともと喋るっていうのがね苦手だったんですよね。喋るのは苦手だし、今も一人だとカメラ回ってないとこは僕無言なんで、カメラ回ってないとこは喋らないですからね。人見知りだし、今未だに人見知りですからね僕。そう、あの人と付き合うってことがなかなかできないっていう、だけどそのこれもね面白いことで、じゃあ喋りも下手じゃないですか。喋りも下手でした、口下手です、人見知りです。だけど今ねありがたいことに、まあ、動画ねめっちゃこう喋る、毎日喋ってるじゃないですか。だから、まあ、滑舌も昔より良くなっただろうし、まあ、喋るっていうことに対して抵抗がなくなった。まあ、セミナーもまああのなんだ200回ぐらいはやりましたからね、セミナーも。なんかもうセミナーも全部、まあ12月8日もセミナーするんですけど、全部ノー台本なんですね。台本もないし打ち合わせもなくてやるんですよ。打ち合わせも何もない、台本もない、即興でセミナーはいやりますみたいな、そうな感じで、もうノー台本でいくらでも喋れるんですけど、それもやったからですよね、数こなしたからですね。でもこれって本質を言うならば、本質ではないか分かんないですけど、これね本質を言うならば、あの僕が喋れない人間だったらね、これできないんですよ。分かります？喋れなかったらできないんですよ。喋れるからできるんですよ。分かります？みんな喋れるのにできないんですよ。不思議ですよね。みんな口あって発音できるのに喋れないんですよ。面白いですよね。恥ずかしいですとか、いや話すことありませんとか、
かります？喋れるのに、口があるのに、発音できるのに、不思議ですよね。こんなのはなんだろうな、練習すれば誰でも喋れるし、誰でもセミナーできるし、誰でもできるんですよ、やれば。結局やるっていうね、結局やる、やれよっていう話なんですけど。でその人見知りに関しては、今も人見知りなんですけど、この情報発信ですね、情報発信をして僕はすごくいいなと思ったことが、ね、動画を撮ってこそすごくいいなと思ったことが、僕を好きって言ってくれる人としか付き合わなくなったんですよ。動画見てます、いつも見てますっていう人としか付き合わなくなったんで、わりかし付き合いやすいんですよ。私人見知りとか、なんかその付き合いって、その関係性がない、わかります？関係性がない人と対面、初対面でなんかその初めましてみたいな、なんかそれ嫌じゃないですか。でももう僕は初対面でも、あ、いつも見てますみたいな、あ、そうなんですねみたいな、だから自己紹介もする必要ないし。そうだから、この前その東京で対面でセッションしたんですけど、もうなんか自己紹介で、聞きたいことあるみたいな、会うじゃないですか、ルノワールで会うじゃないですか、ルノワールで会って、あ、どうも、なんか聞きたいことないですか超楽っすよ。で普通だったら初対面じゃないですかね、名刺交換かしてとか、はじめましてよろしくお願いします、今日はよろしくお願いしますから、なんか入るじゃないですか、それから礼儀みたいなね。いやもう僕は8500本の名刺あるし、もうそれ見てくれてる人だしね、だからもう、あ、聞きたいことあります、もう本質からスタートなんですね、本題からすぐスタートできるんですよ。だから気を使う必要もないし楽ですね。だからまあ、僕を好きって言ってくれる人としか付き合わないっていう、わかります？僕に興味ある人としか付き合わないんで今。そうだから僕はその異業種交流会とかね絶対行かないし、なんかそういう社長のパーティーとかもね、パーティーとかそういうとこも絶対行かないしね今。だからね楽なんですよ、ね、だから僕に興味ある人としか付き合わない。そうだからすげえね、生きてて楽ですよ今。な、前社長やってた時とかお付き合いがあって、そのなんかその好きでもないけど行かないといけないじゃないですか、お付き合いっていうね。でそういうのって嫌じゃないですか、ストレスもあるし。でそういうの今全くゼロなんで、自分のことに興味ある人しか会わないし、でしかもね今度その、まあ、本当はねちょっと広島で久保さんっていう人がいてるんですけど、久保さんの家に泊まって、まあ、ちょっとライブとか対談セッションしようかなと思ったんですけど、明日金曜日お客さんが鹿児島に来るんですよ。しかも大学3年生なのかな、吉田さん会いたいですみたいな、お金売ってくださいみたいな、で売ったんですけど5万円でね、1日コンサルっていうのを、じゃあ1日コンサルじゃあ5万円でみたいな、買わせてくださいみたいな、会いたいですみたいな。でそういう人としかつるま、お金をもらってしかもつるめるっていうのはすごくね、めっちゃ良くないですか。お金もいただいて、お金ももらって、自分に興味ある人と付き合えるっていうのは、これねマジで神がかってますよ。神ですねマジで。ほとんどの人は嫌な仕事と嫌な職場を我慢してお金もらってるじゃないですか。僕ね、好きな人としかつるまなくてお金もらえるってね、これねマジか、まあ、情報発信ですよね。このコンテンツビジネスやって自分でこの喋るっていうね、もちろんずっとゴーストライター10年以上やってきたんで、そのしっかりとね、あのメルマガに集客してステップメール書いてメルマガで売っていくっていうことも全然できますけれども、やっぱそのキャラクタービジネス、一人でやっていくんだったらキャラクタービジネスが、まあ、一番早いし最強だなと思ってたん で自分のキャラ作って、まあ、やってますけど。そうこの昨日もね、昨日その久しぶりにハイボール研究所やったんですけど、ね、久しぶりにハイボール研究所やって、まあ、僕の R34 マガジンって一応その投げ銭ができるんですよ。で昨日ハイボール研究所やったらね、ファンの方が投げ銭していただきましたね。お金投げていただきました。だ僕はそのなんでお酒飲んで酔っ払ったみたいな、うめえみたいな言ってるだけなのに、お金ねなんか投げていただけるんですよ、ありがたいことに。そうだからね、情報発信ってやっぱすげえなと思いますね、だから情報、自分のこういう人間だよとか、こういう風にするとその好きな人が集まってくるんで、だからその自分で発信していくって発信力、
これはすごくやって本当に自分がより生きやすくなるというか、自分の人生を楽しむ上ですごく、うん、いいな。まあ今回売る商品が、まあ、コンテンツビジネスですよね。情報を発信して、売り上げを作っていくっていう、まああれなんですけども、もう本当ね、このビジネスっていうのはマジでいいですね。でもビジネス以外の部分でも、うん、その生きていく上でね、だから今回その静岡に一泊したんですけど、そのお客さんがね、すげえお土産たくさんも、お土産もたくさんもらって、しかもそのライブ放送で風邪気味なんですって言ったらね、そのライブ見ましたっつって、このカッコン糖ね買ってきていただいて、吉野さんライブ見たんでちょっとカッコン糖買ってきましたよって、わかります、すごくないですか、ありがたいなと思って、でプレゼントもめっちゃもらったし、で今日はね出しますみたいな、宿泊費ただ飯代ただみたいな、であとアテンドもね結構静岡の名所、まあ動画はいつアップするか分かんないですけど、アップもしてるか分かんないですけど、まあ動画も撮ってきたんですけど、その世界遺産動画撮ってきましたし、まあちょっと話脱線してますけど、なんかその使えるのに使わないっていうのは僕はね非常にもったいないのかなっていう、まあ、ネットビジネス業界で言うならば和佐大輔さんっていう人がいてるんですけど、和佐大輔さんは年収1億10年ぐらいもう達成してるのかな、まあ、幼少期かな、事故で半身不随になって車椅子生活なんですけど、車椅子でも年収1億円を10年ぐらい達成してるんですよね。そう、和佐大輔さんの成功ヒストリーを言うならば、まあ、僕も古いんで、和佐大輔さんは当時ね、その有料でね情報商材がすげえもうバブってた時期があるんですよね。そう、めちゃめちゃ売られてた時期があって、でその時に有料で3万とか5万だみたいな内容が無料レポートで出したんですよ。でそしたらそれがめっちゃバズって、これはすげえみたいな、有料が こんだけ有料系のものが無料だみたいなんで、そこでリストめっちゃ集まって、でそこからリストマーケティングですよね。リストマーケティングして、まあ、その売り上げどん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 上げてったっていう、まあ、ヒストリーがあるんですけど、わかります、半身不随でも年収1億ですよ、半身不随でも。だからなんかね、できないっていうのは何なんですかね。うん、今僕昔からネット見てますけど、環境もあるしね、やればいいのになと思うんですけどね。まあ常に言います僕は、やればいいのにな、やってくださいとかね、やりましょうっていうことを常に言いますし、だけどやらないことも知ってるんで、だから勝てるなっていう、自信がないってあるじゃないですか。僕自信しかないんですよ。なんで自信しかない、まあチャンネル登録者数ね2000人で自信しかないですよ。で常時再生数100ぐらいじゃないですかね、100以下とか、それでもね YouTuber として僕成功できる自信しかないんですよ、ね、10年後見てろよみたいな、20年後見てろよみたいな。僕はね10年後20年後多分、まあ、このアカウントがあればですよ、このアカウントがあれば完全 YouTuber として成功してるんで大丈夫です。なぜならば、なぜならばみんな続けないしやらないっていうのを知ってるんですよね。だからもうね自信しかないですね。そう、その結果っていうのはやってみないと分かんないじゃないですかね。だから未来のことも分かんないんですよ、やってみないと。でもやることは確定してるんで、だからある程度結果見えてんじゃないみたいな、分かります。結果は分からないけどやることは確定してるんで、やった先に結果ってあるじゃないですか。だからもう人よりやれば、まあ、ある程度結果出るでしょうっていう、まあこれもやってみないと分かんないですけどね。でも僕が最終的に YouTuber になりたいと思ってますから、そのもう商品売るのねもうめんどくさいんで、商品はもうドリームアカデミーは1本に最終的にしたいっていうのがあるんで、そう、まあ、本当に入りたい人だけドリームアカデミー入るっていうね、本当に入りたい人だけ、だそうしていきたいなっていう、最終的に商品1本みたいな。
だフロント商品も何もないし、僕から商品、そうするとドリームアカデミアにもう完全に一本集中できるじゃないですか。じゃあそうすると、まあ今もねコンテンツ追加してるんですけど、そうするともうドリームアカデミアがどん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 良くなるじゃないですか。僕がドリームアカデミアの商品しか売らなくなったらそこに集中するんで、最終的にはそうしたいですね。まあそこに行くためにはね、まあもっと頑張んないといけないですし、まあ今の段階だとね借金もあるからね、まあ借金返すために商品売らないといけないし、で借金も全部返済して YouTube での収益もある程度安定してきたらもう売る必要ないじゃないですか。まあそのためにはね、やっぱチャンネル登録者数最低10万人以上はないときついですけど、まあ10年かければいけんじゃねみたいな思いますけどね。10年20年、だからね50歳ぐらいまでいけるやろみたいな、50歳までやれば20年あと20年ぐらいやればチャンネル登録者数20万ぐらいいく、10万は絶対いけるんじゃない。まあ銀のトロフィーはね、銀のあれは欲しいんで僕。まあそんな感じですね。だから、まあ、まあこの動画見られてる方で目も見えるよとか手も使えるよとか指あるよとか足も日本で歩けるよとか、うん、っていう人は、やりましょうって話ですね結局、結局やりましょうで終わっちゃうんですけどね。本当の僕いつも思うんですよね。だ僕もね、まあ、まだあの本数はね、本数は結構トップ YouTuber より勝ってる部分があるんで本数は自信を持って言えますけど、チャンネル登録者数は少ないじゃないですか。だからチャンネル登録者数が多い人から見るとお前そんな威張ってんなよって話じゃないですか。チャンネル登録者数2000ぐらいで威張ってんなよみたいなね、あると思うんですよ。まあそれは事実なんでしょうがないですけど、ただなんだろうな、僕も0から2000まで持ってったわけですよこのやり方でね、王道スタイルじゃなくてもうそのなんだ、新しいジャンルを自ら開拓してみて、求めてない動画アップロードやろうっていうね、新しいジャンルじゃないですか。みんなその、まあ、僕はねドリームアカデミアとかで市場のニーズですよね、市場のニーズに対して合わせていきましょう、まあ、YouTube もマーケティングでやるんだったらちゃんとね、その再生されるようなこのやり方っていうのがあるからそれを教えてるんですね。でも僕はその非常識というかね、非王道スタイルですね。市場のニーズがないけどニーズを作り出していくっていうね、求めてない動画をアップしまくって求めさせるっていう、このなんかその普通だったら市場のニーズに対してサービス提供なんですよ。これが、まあ、鉄板のゴールデンルールなんですよ。ニーズに対して供給するっていうのがあれなんですけど、僕はニーズを作り出すんですね。求めてない動画をアップロードしまくってニーズを作り出すんですよ。まあ、ニーズを作り出すってどういうことかっていうと、あ、この人面白いなっていうふうにさせる、つまり興味はなかったけどなんかこの人面白いなっていうふうにニーズを発生させる、吉谷拓郎って人間面白いなっていうふうな、ね、それを本数でね、ありとあらゆる形でアプローチしていって、ニーズを作り出すっていう超上級をやってて、だいぶね 2,3 年かかりましたよね。 2,3 年かかりましたけどようやくちょっと形になってきたかなっていう、まあ、これからもね求めてない動画をアップしまくりますけどね。そう、求めてない動画をアップロード、でもね求めてない動画アップロードしまくってるとたまにね求められる動画です。なんか今度ね、あのなんかそう猫の動画ね、猫研究所っていうのを100本ぐらいアップしたんですけど、そう猫動画ちょっと見たいですみたいな、ね、来ましたね。俺じゃねえんかよみたいな、俺じゃねえんかよ、猫強しですね、猫広し、猫強しみたいな。8500本アップして結局猫に行き着くっていうね。だから求めてない動画をねアップしまくって、その結果ね、そう求められるようになってくるっていう、非常に面白いですよね。
あもうね口も喋れんだったらやりましょう、やっちゃいましょう。もう世の中、この世の中にはね2つの種類しかいないですよ。これ矢沢永吉さんが言ってるんですけど、世の中には2種類の人間しかいねえみたいな。やらない人間か、やっちゃう人間か。俺はやっちゃうよみたいな。俺はやっちゃうよみたいな。まあすげえかっこいいんですけどね、矢沢さん。でもそのやっちゃった人が何かを得てるんで、結局のところ本当に何かをやっちゃった人が何かムーブメントを起こすんですよ。もう一度言いますね、ムーブメントを起こす人っていうのは何かやっちゃった人なんですよ。わかります？何かやらかした人なんですよ。そう、何かやらかさないとムーブメントは起こせないですよ。で、最初に何かやらかす人っていうのはバカなんですよ。バカじゃないとできないからね。人から笑われることができる人じゃないとね、人から笑われることができる人じゃないと無理ですね。人からバカにされるとか、人から笑われるとか、例えばネットビジネスを始めようとするじゃないですか、ね、ネットビジネスに興味持ちましたみたいな。でも周りからはね、そんなうさんくさいことやめとけよとかね、そう、そんなやめとけよみたいになるわけですよ。わかります、うん、そう、周りから批判されるんですよ。ドリームキラーですよ。そんなうさんくさいことやめとけよみたいな。お金に稼げんのみたいな。ちゃんと働けよみたいな。そんな感じなんですよ。だけど人からねバカにされたりとか指さされても、やった人だけが手に入れられるんですね。だから今回その静岡でね、あのお客さんとね5年ぐらいのお付き合いですよね。そう、5年ぐらいのお付き合いですげえ長くて、でその人もね多分言われてたと思うんですよ。なんかそのネットビジネスのことで、当時ドリームキラーですよね。だけど結局じゃあ5年続けた結果どうなったのかっていうと、サラリーマンで5年働いても得られない結果を手に入れてるわけですよ。例えばトップバスでね 0.5 円っていうね、やばないですか。トップバスで 0.5 円の、まあ、最上級の単価をね獲得してるわけですよ。で、YouTube ではね、毎月ね、今月10万超えそうって言ってましたけど、毎月そのある程度安定してお金が入ってくる仕組みができたわけですね、やり続けた結果。でも5年会社で働いたとしてもね、もうずっと労働しないとお金が稼げないっていうのは変わらないわけじゃないですか。5年ずっと会社勤めしてもね、労働しないとお金を得られないっていうその縮図は変わらないですよね。でも5年その続けた結果どうなったかっていうと、ネットからねある程度お金がこう安定的に入ってくる仕組みができてね、まああとはどんどん上げて、収入上げていくだけみたいな。多分もうね、まあそのお客さん K さんはね多分大丈夫だと思うんですよ。もうなんかもう1日動画1本アップしないと気持ち悪いっていうレベルらしいんで、あもう大丈夫ですねみたいな。あとはまあ次のコンテンツ販売とかね、あとはまあ、そのコンテンツ、まあ今度ブログも力入れていくっていうことだったんで、まあブログもね300記事ぐらいまあたまりましたみたいなこと言ってたんで、あとはもうコンテンツビジネスをやっていけば、まあ収益も上がるだろうし、 YouTube の広告収入もこのまま続けていけばね上がるだろうし、トップバズの方もね 0.5 円単価ですから、まあ、YouTube と連動してるだけですけどね。だからもう何もしなくても YouTube、 あ、じゃあ何もしなくてもね、トップバズの方は連動してるだけで YouTube の動画がこう連動でアップロードされて単価 0.5 円みたいな。だから今1日ね最高で6000円ぐらい月収してるらしいんですけど、トップバズは 0.5 円だったから。そう、何もしなくても6000円稼げます。そう、トップバズっていう媒体に動画をアップロードしてるわけではないんですよ。まあ何もしてないっていうのは語弊があるかもしれないですけど、まあ、YouTube の動画を撮ってるんで、ただその連動して勝手に動画アップロードされるって機能があるんで、まあ、トップバズ側の専用の動画を撮ってないわけですよ、まあ、それでも6000円1日6000円とか行くわけですよ。だからこれってすごいことですよね。なんだろうな、
みんな武器あるし、みんななんか口も鼻もあんだからやろうぜっていう。別にやんなくてもいいんですよ。なんか今のそうやるかやらないかしかないんだよ本当に。もう2極ですよ2極。そうやるか、まあもう一つ付け加えるんだったらやるかやらないか逃げるかですね。もう一つ付け加えるんだったらやるかやらないか逃げるか。そう僕は逃げてもいいと思うんですね。やらなくてもいいし、やってもいいし、そう逃げてもいいと思うんですよ。そうもうやらないし逃げるみたいな、逃げてもいいと思うんですよ。まあ会社をなんかサボってもいいと思うんですよね。そうどっちでもいいな。ドラクエでも戦う、守る、逃げるとかいっぱいあるじゃないですか。だからその極地によって逃げるっていうのが正しいかもしれないじゃないですか。そうだから人生ってそのいろんなその極地があるわけですよ。いろんな局面が、まあ、ドラクエでいうといろんなその局面がステージに局面があるじゃないですか。じゃあそのワンステージに関しては逃げた方が最善の方法かもしれないし、うん、わかります。だから結構ねドラクエに似てるんじゃないかな人生って思いますけどね。ただドラクエをクリアするためには逃げ続けたらダメなんですよ。わかります。守るだけでもダメだし、最終的には前に進んでねボスを倒してクリアしていかないとゴールには行き着かないんで、だから局面ごとには逃げてもいいしやらなくてもいいと思うんですけど、人生を変えたね、普通の人とは違う収入を得たいっていうことだったら違うゴールじゃないですか。違うゴールを手に入れたいってことですよね。違うゴールを手に入れたいってことじゃないですか。であるならばいずれにせよ前に進まないと、新しいことにチャレンジするっていうことをしない限り、まあ、そこにはいかないですよね、うん、そう新しいことにチャレンジしないと何も生まれないですよね。何も生まれないです。で話を戻すとね、その新しいことにチャレンジできるでしょと、目もあるし足もあるし手もあるしね、いやチャレンジできる武器あるやんみたいな、スマホも持っとるやんみたいな、ね、東京なんかもね、まあ今地方もそうですけどネット回線も無料でフリー Wi-Fi クソ落ちてるしね。マクドナルド行けばマクドナルドの Wi-Fi まあまあ早いんで、マック行けばね100円のコーヒー飲んでね、あのもう無料 Wi-Fi 使い放題ですよマックの。わかります。そうあの僕の塾生さんにあやさんっていう人がいて、サイトアフレートでね300、400稼いでる人いるんですけど、いまだにワイマックスかなで、仕事はほとんどマクドナルドでするっていう。そうほとんど仕事マックなんですよ。マックのフリー Wi-Fi 使ってです。でマックってコンセントもあるじゃないですか、ある場所によっては。だマックのコンセントとフリー Wi-Fi ですね、マックので、仕事するみたいな。そうなかなかファンキーですよね。300、400稼いでてすごいなと思うんですけど、まあ来年ねあやさんの商品販売しますから、まあそれも動画撮んねえとな。来年あやさんの商品、それ外注化 2.0 ってやつちょっと売るんで。まあそうそのあやさんも今回ね、そのあやさんサイトアフリエイトで300、400稼いでるあやさんも参加してますから、鹿児島。わかります。300、400稼いでる人が参加してるセミナーですからね。1日5万払って、1日5万払って参加してるセミナーですから。であやさんが、そうあやさんが、あの僕5万円の価値ありましたかみたいな、5万円の価値ありましたかって聞いてたんですけど、あやさんがね、もっと欲しいです5万円の価値はあったけどもっと欲しいです、ニヤニヤみたいな。でまたそこから話し続けて、で最終的に50万の価値があったと、セミナーの内容は50万の価値がありましたっていうことを言っていただきました。わかります。これは僕が言ったわけじゃなくて、参加者のあやさんっていう人が50万の価値がありましたっていうのを言っていただきました。そう僕じゃないですよ言ってるの、参加者の方ですから。その価値っていうのはその受け取った人が決めることなんで、あやさんは50万の価値があったけれども受け取る人にとっては0円の価値かもしれないです。
だそれは受け取り方ですから。ただ単純に参加した一人は50万の価値があったって言った事実があるっていう、ただそれだけです。あとはそれをどう判断するかはあなた次第、買うか買わないかもあなた次第、やるかやらないかもあなた次第。ただし危機意識を持ちましょう。危機意識ね。本当にこれから人工知能 AI がねどん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 出てきて、わかります、もうアレクサとかね、アマゾンがね、まあ Google ホームもありますけど、ね、アレクサ誕生日、あアレクサこれ買っといてみたいな、アレクサ誕生日メッセ、誕生日のなんか歌ってとか、ハッピーバースデートゥーユーってアレクサ歌うんですよ。やばないですか。それがもうね、誰でも買える金額で出てるんですよ。ぶっちゃけ今回ねアレクサより安いからね、多分ねアレクサより安いと思います。アレクサ1万円ぐらいですよね多分ね。アレクサより安いからね今回の商品。いや今回の商品買わずして50万の価値があったっていうお客さんもいて、アレクサより安いんですよ。可愛いでしょ。で悪いですけど、僕今安い商品ね、お値段以上吉田にやってますけど、これからも続けますけど、借金返済してね、ある程度基盤ができたらもう安い商品売らないですからね、安売りしないですからね。要は安売りしてると、まあ、もちろんフロント商品の位置づけっていうのはあるんですけど、安売りするとやっぱブランド力が下がるっていうのもあるじゃないですか。まあいいんですけどね、それが、まあ、吉谷ブランドっていうのもあるのであれですけど、お値段以上吉谷みたいな、お値段以上ニトリをパクってますけど、そうだってまあ単純に、まあ、この普通に論理的というか、まあ、チャンネル登録者数がずっと増えてるんですよ今僕ちょっとですけど。じゃあこれがリーチがいくようになって、多くの人が安い商品だと買えるじゃないですか。じゃあ今僕商品買っていただいたら一人一人メッセージ送ってるんですけど、じゃあこれが1000人や、じゃあ安い商品出した時に1000人一気に買われたら、まあ、買っていただいたらね、もう1000人の動画撮んないといけないんですよ。 できないことはないけど物理的に難しくなってくるんで、そう僕の売り方で売るのが物理的に難しくなってくるんで、僕は商品買っていただいた方にはしっかりとありがとうございますっていう動画を納品したいんで、それが僕の売り方ですから、そのスタイルってのは変えていかないですし、だからフロント商品が大量に売り始めたら、もうそれがねちょっと僕がだってね、30人とか40人とか50人のありがとうございます動画とかね、まあ、マックス80人とか撮りましたけど、80人ありがとうございました動画撮るともうねめっちゃきついですね。だいぶもうね多分6時間7時間ずっとありがとうございました言い続けるんで、きついでしょ。だそれが1000人規模になったらできるかなっていう、ありがとうございました動画撮るのに5日間かかるみたいなね。だからまあ今後もね、まあ、地味ですけどチャンネル登録者数っていうのは増えていくだろうし、まあ、安い商品だと買っていただける人も増えていくだろうし、だから今後のその商品販売に関しては高いドリームアカデミア1本にしていこうかなっていうのは最終的には思ってますから、まあ今はね、まあ当分はね安い商品を売ってきますよ。そのドリームアカデミア入れないっていう人のために安い商品を売ってきますけど、あとはねこれね、まあここまで見てる人限りなく少ないと思いますけど、ドリームアカデミアにそのカメラ転売ですね、カメラ転売の新しい講師と、あと新しいノウハウが追加されます。これはもう動画いただきました、動画いただいて、新しい講師と転売のカテゴリーの中にカメラ転売で全く初心者の状態からカメラ転売始めて稼げるようになった人の、講義が追加されますね。で今後もそのドリームアカデミアの方は僕以外でそのいろんなね、結構お客さんから結果出た人を持ち上げたりとか、まあ、すでに結果出てる人と交渉してね講義の方を提供してもらって、どんどんボリュームを増やして日本一のね講義内容、日本一のボリューム、日本一のノウハウが詰まってるっていうものにしていこうかなと思ってますんで、どんどんもうアップデートしていきます。どんどんアップデートしていきます。どんどんアップデートして価値を高めていくっていう、まあ、今年その最後値上げして販売して来年から60万にしますけど、
もっとね値上げできるようにもっと僕も頑張りますよ。だ最終的にその大学クラスの金額にしたいんですよね。大学って何百万じゃないですか。うん。だから大学入ってもなんか大学にお金払ってもなんかあんまり人生って変わらないと思うんですよね。そうだからまあ同じお金を払うんだったらドリームアカデミアに入ってしっかり勉強する。これしとけばね人生変わると思うんで。はい、ということで40分か結構喋りましたね。でもねなんかね今移動してるんですけど動画1枠僕40分とか30分とか1時間とか喋ったりするじゃないですか。なんかあっという間ですよね。あっという間にあの鹿児島着いちゃうみたいな。そうだから20本ぐらい動画撮ったらね20時間じゃないですか大体。もうついてますよ、ね、はい、ということでこれで終わりたいと思います。